人気のスープカレーいただきたいと思います。すごいの来たよ。すごい。こんにちは、伊藤和恵です。伊藤和恵のアジア飯が最近ちょっとご無沙汰なんですけれども、今日はアジア飯ではなく、美味しいご飯屋さんに行ってみようということで、ここはですね、下北沢の駅からも本当に近くにある、路地裏カレー侍さん、スープカレーの専門店です。なんかあっちにも一軒あったので、スープカレー結構下北沢にあるって聞いて、もうここはすごく人気のお店みたいです。しかも営業の合間の時間で貸し切っていただいて、はい、あ、もうそれは良かったですちょっとじゃあ人気のスープカレーいただきたいと思います。早速行ってみましょう。お邪魔します。よろしくお願いします。はあ、なんかおしゃれな雰囲気ですね。いろいろ選び方があるみたいです。私ちょっと一番人気のこのチキンと1日分の野菜20品目、まずスープ、レギュラー、マイルド、ココナッツ、マイルド、ココナッツってあって、このなんかスープを選ぶんだって。ココナッツ好きだからココナッツにしようかな。で、辛さはどう？辛めだとすごい辛いかな。中辛にしようかな。で、ライス S にして、決まった。お願いしまーす。かわいいこの鈴。アルコールってビールだけですか？アルコールビールだけになっちゃいますね。じゃあビール出します。ハトラのビールでよろしいですか？はい、これって1杯分ぐらいですよね。だいたい小瓶なので1杯とちょっとぐらいあります。じゃあ2本ください。2本でかしこまりましたあとチキンと1日分の野菜、はい、でココナッツで、ココナッツで、はい、中辛で、中辛2番で、はい、S サイズ、はい、はい、もう覚えました。大丈夫です。すごっ何個ぐらいまで覚えれます？そうですね、カレー3品ぐらいでしたら。すごいね。すごいですね。こんな皮挟んじゃうと忘れちゃう。あとこれがトッピング。そうですね、焦がしチーズにしようか。うん、焦がしチーズですと、こちらライスかスープにのせれますね。じゃあライスにのせて、はい、ライスとスープが別々で多分出てくるんです。あー、そうですね、スープカレーの。そうなんだ。そこからですか？知らなかった。そうそうそう、初めて来たの。そうなります。はい、カキフライも食べたい。カキフライも追加されますか？はい、はい、かしこまりましたすごいお腹空いてる。じゃあお願いします。少々お待ちくださいね、はい、今日は車じゃないからビールも頼んじゃった。なんか下北沢ってすごい、10年以上ぶりに駅から歩いてきたけど、すごい駅前すっきりしてて、なんか広々として前の雰囲気なくなりましたね。来た。ありがとうございます。じゃあ皆さん、ちょっと今日は、はしご酒じゃないんですけど飲んじゃうよ。乾杯。あ、ビール久しぶり飲んだ。すごい飲みやすいな、このビール。後味すっきり軽い、ちょっとバドワイザーっぽい。めちゃめちゃ、そういうのを目指したんですかね。うん、音味があんまり残らないのがいいです。女性に受ける感じがする。これ全部あれかな、トッピング、これ書いてあるのかなそうだね、焦がしチーズ、あと納豆とかもある。牡蠣、牡蠣や下北もなかなか来ないから、うん、なんか安いんだろうね、あの古着とかね。すごい、そう、結構なんか、なんでしょう、ユニークなのがあるイメージですね。うん、安いのもそうだけど、他のとこにあんまないような。なんか不思議な派手な格好したカップルが歩いてた、さっき、はいはいはい、めちゃめちゃこれ合わせるっていうような、なんか柄と柄みたいな色がものすごいポップな感じ。あ、下北だっていうすごい、いろいろ。いや、すごいね。これさ、家で作ろうとしたらもう大変だね。大変ですね。
これだけ揃えるだけでもすごいお金かかっちゃう。これはちょっとリーズナブルじゃない？これで20品目取れてさ、1850円だよ。トッピングしてもそんな高くないから。逆に S のご飯だとマイナス10円ライスなしだと30円なのさ、カレーだけだとすごいの来たよ。うーわー、大きい。20品目、うわー、お野菜ツヤツヤで、なんか全部美味しそうだけど、すごいよこのチキンも。クリスマスだね。あ、すごいいい香り。なんかマイルドな香りがする、すごく。ココナッツが加わったからですかね。そうなのかもね。うん、美味しい。これはハマるな。ハマりますか。うん。あ、でも二口食べるとちょっとピリッとくる感じ、後から。なんか野菜は野菜の味で全然こうしっかり主張してて、なんかカレーにまみれてね。普通のカレーライスだと全部カレーの味がするじゃない、うん、そうじゃなくて野菜は野菜の味ってこう後から乗せてるから、すごい野菜を主張してる感じがして美味しいですね。みんなもうなんか野菜がめっちゃ生き生きしてる感じすごい美味しい。オクラ大きいなこれ。噛み切れなかった今。結構シャッシャッ。うちで今年の夏かな、オクラを妹が植えて、オクラの木、そしたらなんか2日に1遍ずつぐらい1本ずつこうやってなんかなって花が咲くとその花1個に対して1本になるんだけど、取り立てはめちゃめちゃ美味しかった。本当にうち庭にいっぱい今いちごもね、なってんの。いちごの時期かなと思ったら、いちごってさ1月から5月だからいちごなんだって。春っぽいですよね。美味しいよ。これは満足だな。カキフライも今年初かもしれない。めちゃめちゃいい顔してますね。なんか揚げたてでサクサクで。本当美味しい。美味しい。これは食べれるな。しかもあの本当に普通に家のカレーみたいにドロッとしてないから、なんかあっさり食べれる。なんかヘルシーな感じです。うん。いやこれはちょっとまた来たいですねこのお店に。良かったです。美味しかった。もう初体験だったけど。スープなんでサラサラいける感じと、あと野菜がカレーの味じゃないから、いろんな食感と野菜のなんかうまみとかを楽しめる感じで美味しかったです。では今日はこの辺で。またね。